ずはミリアの方から。はい、藤田ミリアです。今日は私出身地が大阪ということで、大阪でイベントができてとても嬉しいです。今日は皆さん盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、野本空です。今日は、寒い中皆さんお越しいただきありがとうございます。今日は一緒に、たくさん踊って楽しんでみんなで温まって帰りましょう。よろしくお願いします。はい、林田真宏です。今日はこんなにもたくさんの方に来ていただき本当に嬉しく思っています。楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、伊藤桃香です。今日本当にね、短い時間なんですけども、その短い時間を皆さんと精一杯楽しんでいけたらなと思っています。よろしくお願いします。お、あら、あら、みきちゃん、あれ、調子悪い今日。ちょっと調子悪いね。大丈夫かな。いっと、みきちゃん、頑張れ。こっちかな。じゃあ、みきみきは後ほどということで、はい、ぴょん。じゃあ、先にいいですか。ひらめみかこです。そうですね、大阪のイベントは大阪の皆さんノリがいいので、すごく楽しみに昨日からしていました。皆さん盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、みきちゃん大丈夫かな。ね、大丈夫かな。もうちょっと待っとくかね。そうだね。そんな私たちフェアリズはですね、はい、来月の3月26日にファーストアルバムのリリースが決定しております。ありがとうございます。ありがとうございます。そのアルバムは5形態あるんですけれども、はい、ブルーレイだったり、フォトブック付きだったり、まあ、その中にロッピー限定で予約していただくと4月27日に ZEP ダイバーシティで行うイベントに参加できるので、ぜひね、そのイベントももっともっとパワーアップしたフェアリーのパフォーマンスを見せられればいいなと思っているので、ぜひアルバムの方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、私たちは昨日大阪に着いて、うん、はい、そうですね、みんなでね、スタッフさんも含めてご飯に食べに行ったんですけども、はい、何食べたっけ、なんかお鍋、そう、たこ焼き食べなかったんですよ。食べてないね、まだ。なんかめっちゃこれこそ、なんか大阪みたいなやつは食べようと。しかも鳥を食べたから、なんか名古屋からのなんかね、そうそう、なんか2日連続で鳥をすごい食べた。鳥2羽分ぐらい食べた。で、やっぱそんな食べてないから、ね、もったいない、ね、ちょっと持った、まあ、私たちはインスタグラムっていうアプリでやってるんですけども、そうだね、いた？なんか名古屋のムービーがあったじゃないですか、夜お休みってあげた、うん、そのテンションが高すぎてお酒入ってるんじゃないか疑惑が出ましたけど、あれ全然、あれさ、いつもの私たちの、そうなんですよ、本当は、実はあれが、本当はあれが、あれが実は、だいぶね、なんだよね、あれはそう、テンションが上がりすぎてて、うん、コメント欄にね、そう、お酒入ってるとか、あんま飲みすぎないようにね、飲んでないですからね、もちろん、ね、もうね、未成年なので、真宙はカルピスずっと飲んでて、桃香はジンジャーエール、そう、カルピス、ジンジャーエールで酔える子たち。私本当に2日連続でジンジャーエールこんくらいの、いや、すごいよ、10杯は飲んだ。いや、もう飲みすぎてだってすぐさ、はい、ジンジャーエールめちゃくちゃってさ、また行くって体の中が生姜まみれみたいな。ちょっと体に良さそうだな。でも2人もテンション高かったけどさ、他はさ割と何、ウーロン茶とか、うん、そのあたりだったけど、あのテンションだから。え、なんかあれが普通なんだけどね、なんでだ。でも多分、みんなでさ、ご飯食べたりするのってね、楽しいじゃないですか、うん、そう、うん、だからね、多分、まあ、イベントの前日だったっていうのもあると思うんですけどね、昨日も、まあ、明日大阪で、ね、アベノキューズモールで、はい、イベントだからみたいな感じで、すごいテンション上がって、みんなで、なんかしかも、コロイトがすごいんですよ。赤順的に、リカコっていじられやすいんですよ、はい、皆さん知ってると思うんですけど、いやいや、リカコの間にミリアとマヒロが挟んじゃってサンドイッチしちゃってね、もう大変楽しかったね、マヒロ可愛かったね。皆さんのミリアへのイメージってどんな感じですか、ちなみに。え、多分、なんかちょっとカーリーで女の子みたいな、なんかね、可愛いみたいな、そうね、綺麗系のね、感じじゃない。そうだよみたいな
感じじゃないですかね。違いますからね。違うわね。違うよ。もう最近なんかやっと殻破れて。え、最近なの？最近なのね。待って。2年半以上そうだよね。寮生活一緒に暮らしてたんだけどな。前は見てる側が多かったけど、一緒に参加するようになったと思う。顔とか変顔とか本当にします。すごい。そうそう、実際ね。まあそれは。お待たせしました。すいません、ごめんなさい。あれ、ハンドマイクで行きます。あ、はい、大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫ですか？今日はね、調子悪いみたいで、このヘッドセットが。あ、じゃあラミ全部それで。はい、これでマイクでやっちゃうの？マイクでやっちゃいます。え、頑張って。頑張ります。これ頑張って。改めて、改めて、自己紹介。じゃあミキちゃん、自己紹介の方お願いします。そうですね、はい、下村美希です。今日は1階の皆さんも、2階の皆さんも一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、まあ、はい、美希ちゃんが、まあ、やっとね、帰ってきたというところで、ね、あの、M3、 そうです。お M3、 はい、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 M3、 M3 って皆さんご存知ですか？ご存知？ M3 M3 はですね、はい、フェアリーズの派生ユニットとして、名前の頭文字が M のミリアとマヒロとミキの3人で結成しているグループなんですけども、はい、4月30日に、待望のセカンドシングルをリリースすることが決定しました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ついにセカンドシングル、約1年ぶり の、 あの新曲リリースなんですけども、はい、うん、前回は大阪には M3 としては来なかったからね。そうだね。リリースイベントとかでぜひ来れたらいいなって思ってるので、はい、もし大阪に遊びに来たらみんなも来てね。はい。そしてそのセカンドシングルなんですけども、アニメのジェルペットの新シリーズの主題歌にも決定しているので、はい、そちらの方もお楽しみにしていてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、はい、というわけで、はい、ちょっとなんかさっき3人で言ってたからかわかんないんだけど、うん、みんな目線がこっち行ってて、ね、話聞いてくれてなかった。いや、M3 が1年ぶりにセカンドシングルを出すっていう話聞いてましたよね、皆さん。聞いてましたよね。そしてこの曲がね、またジュエルペットなので、私タイプの方に。あ、そうなんですよ。だから、詳しい情報はオフィシャルホームページをチェックしてください。そうですね。ないから、ないから、ないから。なんかやっちゃったけど、ないから。ないから、ごめんなさい。はい、じゃあ、 あの新曲の方に来たらいいんですよ。はい、そうですね。お、ありがとうございます。なんで新曲のリリースイベントですからね。そうですね。そうです。はい、これがメインディッシュです。メインディッシュです、はいはい、ということで、というわけで、はい、2月19日にリリースになりました。ラミズユ披露させていただきたいと思います。えい、はい、えい、えい、えい。はい、ラミズユ、何度も言ってますけどね、私、何度も言っておりますが、明るく元気で、ラミズユ、名前にぴったりな疾走感のある曲に仕上がっておりますが、この曲、はい、まあでもね、今日一部はこのラミズユで終わりなんですよね。そうなんですよ。最後なんですよね。ありがとうございます。だからこ そ、 そう、次披露するラミズユの時に皆さんのパワー、そうだね、今残ってるエネルギー、一部分をね、全部出そうぜっていうことですよ。そうですよ、そうですよ。なんで一緒に踊りましょう。踊りましょうということで、踊ってほしいんですけれども、うん、あのこの元気元気という振り、これ皆さんやってください。こんなにたくさん人がいるんだから、きっとみんなでやったらすごいだろうな。恥ずかしくないですよ。恥ずかしくないよ、恥ずかしくないよ。はい、後ろの人たちも元気元気やってください。大人だからって、俺はいいや、私はいいやっていう、ちょっと遠慮はいらないです。やってくれるかな。大阪の皆さんはノリがいいですよ、ノリがいい。ことでしょう。買ってください。上の人たちも見えてますよ、ちゃんとやってください。元気元気、上だからちょっと遠慮みたいなのはいらないですよ。特に見えますからね、上の人たち一番よく見えますからね、ガラス越しに。はい、そしてあと手拍子、手拍子いきますよ、せーの、はい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 、ありがとうございます。ありがとうございます。大阪でもやりますね。大阪でもやらせていただきたい。何回かやらせていただきたい。トマト空と言います。選挙活動みたいな。なって
ますけれどもね、まあ、こうやってねみんなでね手拍子とかやったらすごい一体感も生まれて、ね、なんかね楽しいんじゃないかなというふうに思うのでやってください。そして最後あともう一つポイントがあって、このオッケーポーズ、オッケーポーズ、オッケーとオッケーをくっつけたオッケーポーズをやってください。やってください。上の人たちも他の人も前の人もこれね会話の中でね活用できるからね。本当に。オッケー。ちなみに、あ、それ可愛いね。え、服？貸して、今度貸してくんない？あ、オッケー。みたいな感じで。みたいな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 活用法が出てきますよ会話の中でも、ね。はい。あったりなかったり。なかったりもする。なかったりもする。なのでこの3つ元気元気と手拍子とオッケーポーズをこう曲中みんなで全力でやってください。お願いします。はい、お願いします。それでは一緒にランビズユで盛り上がる準備 OK ですか？ OK。 それでは聴いてください、ランビズユ。
はい、フェアリーズでした。大きな拍手をお送りください。